鈴木千住十月は、江戸時代の囲碁騎士。終わり国生まれ、安池、門下、六段。父、鈴木則清夫に次いで、終わり半後どころを務める。奥抜き佐志作との101番の対局を、大主百段として観光。鈴木則清夫は、元の名を満六、次に玄路城といった。同じ終わりの服部大蔵と共に腕を磨き、20歳前後の、 明和元年から八年にかけて、大倉との寄付がある。終わり藩主に召し出されて、五子として江戸へ出て、安永七年に四段で、小松改税に、千番で対戦、天明六年に五段に進む。天明四、六年に、服部ト飲宿と互い戦八局、同六年に、本因坊列元に先で四局の記録が、ここ辺に残っている。天明六年死去、幼年より、 江戸で安い文化として、尖閣戦地、取得戦地に教えを受ける。終わり藩の坊主役として江戸詰めになり、父に同じく、美修語どころとして五十国の六を受け、後に加増して百国となる。今日は二年から文化八年にかけて、奥抜きとも作と百一局の対局を行う。成績は、双子番四勝一敗二次五、黒番四十一勝三十三敗四次五三。 打ち掛け、白番二勝九敗一時五一打ち掛け。文政七年に、これらの寄付を、大衆百段として刊行した。文政末年の広告御家人名録では、安井文筆等に、名が挙げられている。妻の津谷子も、五角初段だった。安井地徳とは三十曲以上の寄付があり、本因坊元滝には西で四曲がある。文政八年に老地徳と六日間かけて、 千番にも夫婦の後は、取得の天しの典型と言われる。チ吉は、東大のうちて、必ず勝部氏と自信し日々、古を調べ台に工夫を凝らして打ったが、敗れて、熟ししたと、在院断層にある。鈴木家は、天保六年にやはり、美州の人で本因坊竹は門下の岩瀬福太郎が、チ吉の養子となり、鈴木武澄と改めて三代目を継いだ。五段まで進み、 カエ、はい、4四年没、ありがとうございます。